ゆっくりしていってねー。どうしたのぜ霊夢、ヤブカラスティックに。クラウゼダークトジーフジコルプ、そいつはそう思うのぜ。つうわけで、ワイルドスピードファイアーブーストのレビュー、考察動画を始めます。この動画を見れば誰におすすめで、どんな映画なのか、の参考になるように作ったのぜ。あらすじ、考察、評価、補足情報、キャストなどをぐっと圧縮してまとめました。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それでは、ゆっくりしていって。今北さんよ、大ヒットブンブン映画の第10作目。ブンブン映画というのは、人間には一定数、スポーツカーとか大好きな層がいて、そういったスポーツカー大好きとか、アクション映画好きにチューニングされた映画なのぜ。今作った造語です。トップギアが長年愛されてたり、割と車好きってずっと根強くニーズがあって、いい感じのジャンルを発掘したって感じの作品です。おまんじゅう的には、クラークソンズファームってドキュメンタリーが、そう面白くておすすめなのぜ。で、誰におすすめなのぜ。デートファミリームービーなので、好きな男子がいて初めてのデートを誘うなら、この映画が無難でいいんじゃないかなって感じの出来栄え、無難に仕上がってるのぜ。ではでは、ここからはこの映画の補足説明をします。一応どのハリウッド映画も、過去作を知らなくても見れるように作られている親切設計なんだけど、この映画はハリウッド映画の中では、稀有というか、ガンガン過去作からの出演者が出てくる映画なので、正直しんどい。この映画を見るために、過去の10作を見るのが長すぎてきついのぜ。クソ映画大好きならさんが圧倒的におすすめです。でぶっちゃけこの映画って、本当に過去作からの因縁というか、そういう設定がガンガン出てくるので、この映画は、ぶっしゃけ一元さんお断りになってる感じが割としんどい。なのでがっつり今から相関関係を解説するのぜ。で、まずは主人公のドミニク、通称 MS-09 なのぜ。出演は1からで、1ではケチな泥棒、ヴィラン役で出演していたが、なんやかんやあってこの映画のプロデューサー的立場というか、主演になる、もう一人の主演が、リアル交通事故でガメをベラしたからなのぜ。その辺はこの映画にはほぼ一切関わらないので知らなくてもいいです。で、レティ・オルティス、こいつは主人公のドムの制裁で1から出演。1の頃は若くてピチピチだったし、アクションもできる女ってことで注目されていたのぜ。で、リトル・ビー、こいつはドムと側室との子供で、側室は過去作でガメオベラ。で、こいつはテズ・パーカー、2から出てきた車のメカニックなんだけど、いつの間にか IT 枠に変更。アクション映画でよくいる IT サポート役。で、ラムジー、こいつは7から出てきた神の目という、衛星と車を好き勝手ハッキングできる。コードを書いた天才プログラマーで、IT サポートに、こいつも、レティも出てきた当時はピチピチで可愛かったのに、おばさんになっちゃって月日が過ぎる速さに驚きを隠せないのぜ。あ、それとこの映画に出てくる神の目っていう装置は、GTA とかの箱庭ゲーでよくある、チートコードみたいなやつなんだけど、こういう感じの兵器がいいよねって感じ。何でもかんでも AI を脅威にしたりしないで、割り切ってチートコードっぽい、ファンタジー設定の脅威を、作った方がネタとして無理がないのぜ。で次がローマン・ピアース、2から出演の面白黒人枠、でジェイコブ・トレット、MS-09 の兄弟で、9に出てきたボスキャラ、この映画では味方キャラなのぜ。ハン・ドゥーはクソ映画から出演、ジェイソン・ステイサムは7のボス、でシャーリーズ・セロンは8のボス。つうか、この映画を見るまで、うちらおまんじゅうは頑張って全部の作品を見たんだけど、え？この人シャーリーズ・セロンだったの？という感じ、おばさんになりすぎててというか、この人って割とチャリーなイメージだったから、細っこすぎてわからなかったのぜ。シャーリーズ・セロンがこの手の映画に、出演すること自体が驚きだしね。あ、それと、シャーリーズ・セロンとは、明確に MS-09 は敵対してるんだけど、理由はシャーリーズ・セロンが MS-09 の側室、リトル・ビーのカッチャマを殺したって理由からです。この部分はがっつり映画のネタとして入ってくるので、前知識が必要な部分なのぜ。でこいつが今作のヴィランで、ボスキャラのアクアマン。あとは、このおばあちゃんは、ジェイソン・ステイサムのママンで、ジェイソン・ステイサムはマモーニって設定。ジェイソン・ステイサムは家族第一主義の一匹狼なのぜ。あとはこの映画で何度も出てくる単語で、ミスター・ノーバディって単語が出てくるんだけど、ミスター・ノーバディってやつが過去作に出てきてて、こいつは、アメリカの独立犯罪対策本部かなんかの元トップ。主人公たち犯罪者を懐柔して悪の犯罪者をとっ捕まえようぜ。って組織なのぜ。もう一個の前知識として知っておいてほしい部分は、ドウェイン・ジョンソンでこいつはいわゆるゼニ型ポジのキャラで、MS-09 の側室はこのドウェイン・ジョンソンの部下。あとは、知らなくてもいい知識として、
このハンの恋人が、将来のワンダーウーマンだったんだけど、こいつはワルの組織の工作員だったんだけど、チームワイルドスピードの一員になったって設定ね。で、ワンダーウーマンの主役になれたので、自分が元工作員だと子供たちと大きなお友達に外分が悪いから、ワルのスパイ組織の工作員だった。黒歴史のこの映画にはダメをベラしたことにして、出ないわって感じね。いつの間にか大出世したのぜ、すげーのぜ。他にも、がっつりサブキャラとして、前作からのキャラが出てくるんだけど量が多すぎるから割愛。まあそんな感じで、復活怪人よろしく過去作のボスも含めて大量に、有名な役者とかが出てくるし、スポーツカーとかガンガンぶっ壊すし、いろいろな国でロケ、する人、ガチで金かかってるなぁという感じの、娯楽超大作。ではでは、ここからはストーリーの解説を始めます。ストーリーは4のボスの息子の、アクアマンガトッチャマをチーム MS-09 に殺されたことに激おこぷんぷん丸。じゃあお前のファミリーも含めてたっぷり仕返ししてやるよ。ということから、主人公のギャングファミリー全員をぶっ殺すために動き出すのだった。というシナリオね。わお、完結でモルトベーネなのぜ。あとはまあ、いろいろな国に行ってカーアクションして、バンバン高級車、ぶっ壊して、たくさんの過去作のボスが出てきて、カーアクションしてって感じの映画です。でこの映画の何がモルトベーネかって、あんこ空っぽにして見てられる。簡単なストーリーと大量の爆発、カーチェイス、高級車をこれでもかってぶっ壊すし、諸国を漫遊していろいろな国のサーキット場、イミシンをボッコボコにしてくれる映画なわけ。アクションをたしなみたいそうにチューニングされているご長寿作品なのぜ。でこの10作目の映画は、過去作のボスキャラたちが大集合する全員集合って映画であり、無駄にキャストが豪華なのもベネ。例えばこのジェイソン・ステイサムなんかは、あんなに主人公との因縁があったんだけど、ジェイソン・ステイサムは人気俳優だから、味方側にすることで、ジェイソン・ステイサムのファンも取り込もうっていうシナリオね。ここから出てきたゼニガタロールの、ドウェイン・ジョンソンとなんかは、スピンオフで主役したりしているのぜ。まあそんな感じで、この映画の語彙数ポイントって、旬な役者にヴィランさせたりするから、役者の人気も吸収して人気を維持し続けるよくできた作品なわけ。人気が出なかった役者は、ガンガン切り捨てていくのぜ。で、次の語彙数ポイントは、毎回ちゃんとカーチェイスだったり、アクションを面白く作ろうって努力が伺える。って部分で、この映画の売りであるカーチェイスを毎回お上手に作ってあるから、本当によくできているなーって思えるわけ。そんな感じで常にアクションのクオリティを、落とさないように作ってあるから、どのナンバーを見ても、外れがないわけ。3の悪口はそこまでにするのぜ。で、この映画の安定して大ヒットさせる理由って、この映画ってモンハン映画なわけ。モンハンって、大きい、モンスターをみんなで倒すってことが売りなわけ。ストーリーが売りじゃないのぜ。だから、雑に言うと誰が監督しようが、安定して品質を提供できるわけ。これが FF とかストーリーが売りの作品だと、ストーリーは生物だから当たり外れがくっそ多くなるのぜ。で、このファストシリーズって、高級車をぶっ壊したいとかカーチェイス、ドンパチ、アクション、爆発が見たいってヘッズに作られた映画みたいなもんだから、そこのクオリティって安定して出しやすいし、ニーズに安定して応えられるわけ。だからこの映画は安定して大ヒットを出せるのぜ。で、この映画語彙数だなって部分は、過去作のボスキャラを、仲間として出演させる手法とかもそうなんだけど、1から3までって低予算な感じで作られた映画なわけ。とりわけ1の低予算っぷりは語彙数なのぜ。そうそう、例えばこの映画の主役の MS-09 なんかは、もともと1のヴィラン役であって、何度か映画で指摘されているけど、ケチな泥棒、役だったんだよね。その映画をしっかり育てて、面白くする工夫をして作り続けて、でヒットさせ続けるっていう手腕が普通に語彙数。デッドプール1にしろ、一番初めは低予算だけど、そこでなんとかヒットを掴んで、ヒット作とともに上り詰めていく感じは、とにかくまずは何かしらのヒットを作らないことには、どうしようもないのぜ。まあそんな感じで、この映画は過去作のボスキャラが全員集合みたいな感じで、出演する豪華作品だし、カーチェイスやドンパチシーン多め、ストーリーよりもドンパチみたいなのを重視している作品であり、ファストシリーズのファンサーとして、最後まで見たらってなる展開が多いのでベネ。で、ここからネタバレなんだけど、この映画って、ファスト10ってタイトルなんだけど、ファスト10だけでは解決しない。この映画はファスト10前編って設定なわけ。なので、シナリオはこれからどうなる？待て、次回。なのぜ。という感じで終わるので、ぶっちゃけ、次に出てくるファスト11が、出るまでは見なくてもいいんじゃないかなって感じ。それと、普通に驚いたのが、このハンルーの彼女役のワンダーウーマンなんだけど、こいつはワンダーウーマンの主役を勝ち取ったから、イメージ戦略上、この映画にはもうこれ以上でないと思ったのぜ。ワンダーウーマンが過去に、
マフィア組織の用心棒だってバレたら、ワンダーウーマンファンのヘッズがそっと押しちゃうからね。まあ、そんな感じで、サブキャラから主役割れる位置までキャリアアップしたから、もう出演しないんじゃないかって思ってたら出演しててはいってなった。あとは、撮影にクソ真面目な、ドウェイン・ジョンソンとヴィン・ディーゼルは音楽性の不一致から、もうスピンオフ以外でドウェイン・ジョンソンは、この映画に出演しないんじゃないかなって思ってたら普通に出演してて、驚き。こういう、役者同士の不仲とかって、割と結構国を問わずに発生するのぜ。人間だもの、三つを。ではでは、最後におまんじゅう的おすすめ度を紹介。おすすめ度は、星1中星3。カーチェイスとかアクションシーンがよくできているし、役者も豪華、安定して面白い。まあただ、この映画は、ファスト10、パート1とか、ファスト10前編とかにしておいた方が、親切なんじゃないかなって思った。ファストシリーズは一度も、前後編でシリーズを作ったことがなかったから、最後まで見てシナリオが終わらなかった時は、これはちょっと良くないなって思ったのぜ。不親切というか、まあマーケット的には騙した方がいいからわかるよ。前後編の作品だと知ったら、不特定多数は、後編が出るまで見なくてもいいか、ってなるからね。ただそういうのって、一定数騙されたって思うヘッズも発生するからね。だから不親切なので良くないのぜ。それと、前後編に分けているくせに映画が長いんだよね。途中で、若干映画が長すぎてしんどいなって思っちゃったのぜ。いやまあ普通に面白んだけどね。どんなにアクションシーンがたくさん詰まってても、1日に接したい心地よいドンパチの許容値、ってあるんだなって思いました。まる。最後までご視聴ありがとうなのぜ。皆さんはこの映画をどう評価しましたか？皆さんのコメント、感想をお待ちしてます。いいねしてくれたり、ファンになってくれると嬉しいのぜ。それでは、次の動画か夢でお会いしましょう。ラブ&ピー。